永禄8年、京では時の将軍が三好三人衆や松永久秀に討たれる事件が起きる。乱世が混迷を極める一方で、織田信長は稲葉山城を攻略して斎藤義辰を討ち取り、ついに美濃を制圧。本拠を稲葉山城に移して岐阜城と改めた信長は、天下一新の志を掲げて上洛を目指すこととなる。上洛戦の初手として信長は北近江の浅井家と越前の名家朝倉家に協力を要請した。しかし両家からの返答はなく、しびれを切らした信長は近江への侵攻を決めたのだった。信長編第三章、天かける北近江の戦い。いよいよ上洛戦だな。近江の浅井っつったか、軽くぶっ潰してやろうぜ。どうしよう、何度言ったら分かるんだ。潰すんじゃない、力を見せつけて従わせるんだ。浅井家は越前の朝倉家ともつながりが深い。味方につけておくに越したことはない。うん、私も戦って敵を減らすやり方よりも盟約を結んで味方を増やす方がいいと思うな。それに浅井家の当主長政という男は義理がたい上になかなか気骨のある若武者だとか。この戦がうまくいけば上洛が一気に近づく。皆心して臨め。みんな張り切っているようね。私も一緒に行っていいかしら。まあ、お前を縛るものはもう何もない。共に戦うならいずれ京の都も見られるだろう。半兵衛、いよいよ信長様が上洛に向けて動くぞ。ここでまた大手柄をあげりゃ、いずれオイラも一国一城の主くらいにゃあ成り上がれるかもしれねえ。へえ、一国一城でいいんだ。秀吉って意外と夢が小さいんだね。なんだと？もちろん一国一城じゃ終わらねえ。百万石の大大名にだってなってやるよ。そうそう、夢は大きくね。じゃないと僕も力の貸しがいがないし。おーや、一緒にでっかい夢を叶えようじゃねえか。ってことで次の戦も頼むぞ、安部。うん、頑張るよ。秀吉が目いっぱい成り上がれるようにね。俺のやり方見せてやろう。この戦で俺たちの力を浅井勢に示す。目指すは小谷城本丸にいる長政だ。進め。来たな、織田信長。みんな臆すなよ。
じきに朝倉の援軍が来てくれるはずだ。怪しい動きをしてる人たちがいるな。早めに倒しておくのが上策かも。開門。あの砦が手薄みたい。あそこを奪っちゃえば本丸を攻める足がかりにできそうだ。さすが半兵衛、よう見抜いたな。次はあの砦を狙うぞ。開門。うん、怪しい動きは封じられたみたい。くそ、伏兵を仕込むつもりがどうやら看破されたようだな。織田勢が攻めてきたぞ。砦を守れ。間もなく出撃だ。準備を急げ。やった、これで次の策を打てるよ。東砦に味方の援軍を呼び込むとしよう。南側から攻めるのみでは本丸を破るのは難しかろうな。よし、俺は本隊を率いて西側へ回る。残る者たちはこのまま南側より攻め続けよ。承知、オイラたちにお任せくだされ。敗北条件変更。織田勢はこの砦にて食い止める。開門。お騒いだ。ただいま着陣いたした。我らも加勢しようぞ。壊してくれ。うん、我が策なれりだ。うまく援軍を呼び込めたみたい。出してやるわ。出るぞ。開門。ほう、威勢のいい将が出てきたな。だが俺の邪魔はさせん。開門。邪魔者は失せた。進軍を続けよ。京極丸で敵を食い止めれば吉影様も安心のはず。よし、やるぞ。退けたようだな。このまま敵本丸を目指そう。西に回った味方も頑張ってるみてえだな。オイラたちも負けてられねえぞ。兵糧は戦の要、わしが守らねば。出撃前に織田勢に見つかるとは。よし、敵の出撃は防げたようだ。よっしゃ、この勢いで攻め進むぞ。な兵糧奪われてなるものか。織田勢を通してはならぬぞ。敵は南側から攻められるのを嫌がって増援を送り込むはず。準備しておかないとね。味方の進路を邪魔されないように浅井勢の動きに注意しておこう。砦に蓄えてあった兵糧を奪えたか。これで浅井勢の士気を下げられよう。げ、兵糧を奪われたのか。信長め、やってくれたな。長政の協力なくして上洛はならん。この戦で力を見せつけ従わせるのだ。じきに吉影様が来てくれるはず。それまで敵を本丸に近づけたくねえな。よし、
南側の織田勢を押し返せ。くらえ。敵の増援がこっちに向かってるみてえだな。さてどうしてやろうか。今川斎藤を破った男、どれほどのもんか楽しみだぜ。この信長こそが天下無双よ。この俺を止めようとて無駄よ。南側の敵を押し返すぞ。かかれ。今だ、鉄砲隊お願い。抜かりねえな、半兵衛。おいらが見込んだ通りだ。南側の敵勢もなかなか手強そうだ。開門。行くぜ。うむ、これで進めるな。先を急ぐぞ。兄様、私も戦うよ。浅井の大将を倒せばいいんだよね。来たな。ここは通さないぞ。厄介そうなのがいるな。長政と戦う前にあいつを倒しておかねばなるまい。この俺を止めようとて無駄よ。そこのお前、やられろ。どけ。この俺を止めようとて無駄よ。俺をうつけと侮ったか。これで本丸まであと少し。鹿之助が敗走したのか。ならば俺が食い止めれば。行けぜ。お待ちくだされ殿。父に飛び込むような真似はお控えあれ。お前は信長殿。久しいな、息災だ。人の言葉を皆まで聞かず未だうつけか。そういうお前こそ相変わらずの石頭だな。お前は、お前は俺がやる。俺が切る。開門。久々の対決だ。俺を楽しませろ、光秀。望むところ必ずや勝利を収めてみせる。壊してくれる。楽しめたぞ、光秀。ことが済んだらゆるりと語らいたいものだ。皆狂っているようですね。私も今できることをなさねば。ようやく吉影様が来てくれたか。よし、ここからが勝負だ。勝利条件変更。吉影様、俺は信長と直に戦ってみたい。手を貸してもらえますか。では長政殿は信長の元へどうぞ。南側の敵は私たちが抑えておきましょう。開門。長政が自ら出てきた。好都合だ。相手になってやる。朝倉のお殿様のお出ましみたいだね。つまり倒せばってわけか。よっしゃ、やったるぞ。時が惜しい。すぐに決着をつけてやろう。俺をうつけとは侮ったか。叶う相手ではなかったか。
耐えきれん。引かせてもらう。引かせていただこう。織田信長、あんたがどれほどの男か見せてもらおうじゃねえか。お前が浅井長政。よかろう。信長の器を測ってみよう。さすがだな信長。だが勝負はこれからだ。あんたも全力で来い。この信長こそが天下無双よ。この俺を止めようとて無駄よ。俺をうつけと侮ったか。引かせていただこう。なんと見事な。あなたが織田信長ですね。いささかやり方が強引ではありませんか。仕方なかろう。強引に押し入らねば話が進まぬのでな。俺たちの力十分に示すことができた。これで上洛への道が開けよう。信長、負けは認めるが、一つ聞かせてくれ。あんたはなんで上洛を目指すんだ。乱世の断りを壊し、天下一新をなす。そのためだ。天下一新か。いい響きだな。その野望、俺にも協力させてくれねえか。ただし、朝倉には手を出さないでくれ。あそこと俺の家とは古い付き合いなんだ。よかろう。ではこの盟約を確かなものとしたい。例えば当家と縁組を結ぶのはどうだ。兄様、それは私が浅井家に嫁ぐということ。急にそんな。姫様にそんな顔をされたら俺も即答はできねえな。この話はまた次の機会とさせてくれ。ならば一、次の戦で長政の勇姿をよく見ておけ。縁談の話はその後でまた考えるとしよう。うん、分かった。
光秀、久しいな。すでに浅井との盟約はなった。もう朝倉も我らの敵ではない。安心しろ。信長殿、あなたは今天下一心を掲げて上洛を目指していると聞いた。天下一心と？ああ、俺は乱世の断りに抗えず、大事な弟に死を命じた。その時誓いを立てたのだ。大切なものすら守れぬこの乱世を壊し尽くし、天下を一から作り直すと。上洛はその過程に過ぎん。そうか、信長殿。俺も乱世を憎む者の一人だ。俺の正しきを貫くため、共に戦わせてほしい。いつかまたお前と共に歩める日が来ると思っていた。歓迎しよう。後ろの者たちも一緒か。それがしは明智家に仕える身ゆえ、殿が織田に参じるならば共に行くのみ。俺も光秀と一緒に行くよ。もし上洛がなれば尼子最高にも近づけそうだ。信長殿、この者は山中鹿之助という、出雲尼子家の旧臣で主家最高を志す者だ。そうか、いい面構えをしているな。利光も鹿之助も光秀を支えてやるといい。はい、信長様、よろしく頼みます。